いつぞやは、MC もやらせていただきましたけれども、6月の26日に3年6ヶ月ぶりにありますニューアルバムバトルスターシップアルフィーが発売されますが、まあこの番組でもちょこちょこかけていただいているようで、いろいろと好評を、まあ、受けておりますよ。皆さんのファンレターにも色書いてございましたけども、まあ、とにかく短時間で仕上げたということでは、さすがに、高見沢坂崎素晴らしいなと。まああの忙しい中ですよ、ましてツアー中ですから、その中でレコーディングの時間を取るのが大変だったと思うんです。まあ私はあのコンサートしかやってませんから、まあいつでもいいんですけども、そんなにあの仕事がこっちに全部来るわけではございませんので、まあそういった意味では無事にレコーディングが終わって、胸をなで下ろしているんですが、まあ今までの経験から言って、どんなにレコーディングが終わってもまたやり直そうということもないわけではございません。まあ大人の事情でそういうことはしませんけれども、今まではそういうこともございました。ですからこの CD がレコード屋さんの前に並んで初めて完成だというふうに私はいつも思っておりますが、まあ、今回はそういう意味では短時間でしたが充実した、そして中身の濃い、完成度の高いアルバムが出来上がったと自負しております。まあ、そんなわけで、アルフィーを今までもう腐るほど聴いてきた40年以上のファンの方、そして昨日今日アルフィーを知ったというそういった方、もうどんな方でも楽しんでいただける内容でございます。アルフィーの45年分が詰まったアルバムでございます。中身が濃いんでぜひ期待していただきたいと思います。それではまたいつかケイズトランスミッションの方にも、令和になって、令和いいぞ、いつ行くか分かりませんけれども、行った時にはまた可愛がってやってくださいませ。そんなわけで The Alfie の桜井勝でした。ありがとうございました。はい、営業部の桜井さんでございましたよ。はい、そうなんです。今回ね、時間がなかなかなくて、でツアーでね、桜井はツアーの声は出るようになるんですね。ツアー中の声ってむしろ僕はね、ツアーの合間の声意外とスカスカになってね、結構今回歌入れ苦労したんですよ。歌入れとあのコーラスね、結構苦労しましたね。すぐかすれたりなんか。ギターは早かったよ、1日で 3,4 曲やっちゃったからね。ギターは今回ね、ほとんど D45、 1968年製の、高見さんも言ってましたけどね、高価なギターでございますけどね。何しろ歴史的にはマーチン社がですね、戦後 D45 復活した初年度ですからね、67本しか作ってない。ですから普通はコレクターズアイテムとしてコレクターが買ってもまあ試奏させてしまう、いわゆる引かないでこうしまっちゃうみたいなね、あるいは、ちょっとこうなんていうんですか、投資のために買ってまた売って儲けるみたいな、そんなギターになってしまってるんですけど、僕はもうガンガンに使ってます。レコーディングではやっぱもういい音ですからね、使わないともったいないです。クロスビー・ステルス・ナッシュ・アンド・ヤングがフォーウェイ・ストリートの時、アルバムの時にあのジャケットの中に写ってるやつです。あれが68、69年の D45 で、この2年間だけ違うんですよ。68、69年だけが特別な D45 です。というのはサイドバックの木がハカランダですからね、いわゆるブラジリアンローズウッドってやつで、これはギターには最適の木なんですね。クラシックギターでもよく使ってます。なのでそれ以降はインディアンローズウッドに変わってしまうんです、1970年からは。なので、ハカランダを使ってる、正式にね使ってるのはこの68、69年だけなんですね。なのでまあレコーディングで本当に今回うまいこと活かせました。とてもですね、いいとこを引き出してくれたなという感じです。僕はほとんどこの68年の45だけでしたね。あと12弦だけかな。いつもはいろんなギター使うんですよ、代わり番交代が終わったりギブソンに弾いてみたりとかね。だけど今回はもう決め打ちでしたね。はい、スリーフィンガーもこれでやっちゃったもんね。後で書きますけど、まずはじゃあこの曲いこうか。
今日はね 3人のボーカル、1曲目のバトルスターシップはこれスイッチボーカルでしたでしょ。ロックユーは桜井でしたね。次この曲は僕がボーカルですが、ボーカルというか3声のコーラスなんですけど、入れ直したんですよ。最初高見沢が主戦歌っててね、俺ちょっと違うパートをしたんだけど3声にしようねっつって歌い直した。最後にいつかの未来、いつかの未来ね。これあの最後に僕歌い直したんで、高見沢と桜井がねもうねコーラス入ってたんですよ、上と下が。変な感じですよ、上と下が入ってて真ん中が残っちゃってるっていうのはね、そこだけできっと変なメロディーだなって感じですよね。妙な感じでは、ね、まあでもちゃんと完成すれば真ん中のメロが主旋律が入ればこのような綺麗なハーモニーになると。もうやっぱりこうやってバラバラで撮ってましたから、今回3人一緒でコーラスやったことっていうのは機会は少なかったです、意外と、ね、バラバラで、撮ってっていうのはもうだから今だからねできますよ、今のテクノロジーが。これ当時の8ちゃんとか16ちゃんじゃ絶対無理ですからね、ピンポンピンポンして。今回のアルバムのね一つの僕今までとちょっと違うなと思ったのは詩ですね。すごいなんかねこう残るキャッチーな詩というかね、面白い、
そういう意味ではね、面白いってのは笑っちゃうとかじゃなくて、こうインパクトのある言葉だったりっていうのが、うん、うまくメロディーに乗ってるなっていう気がするんですけど、高見沢は自分で言ってましたね、あの小説を書くようになって、うん、あのすごくスムーズに詩が書けるようになった、うん、いい効果が現れたんです、そういう意味では。だからあと視線がいくつか、詩を先に書いた曲もいくつかある、あの始まりの歌なんかもそうだっつったね。なので今回のアルバムは聞きもんですよ皆さん、ええ、これはちょっと違うよ今までとは今までとは、さっきも言いましたけども、ギター的には僕は、時間のないあんまりなかったんでね、ダダダってやっちまったんですけど、風に消えた恋っていうのは今日書けないんだけど、これはツインリードっていうかね、自分であのこうこういうほらよく、まあアルフィでもいくつかありましたよね、例えばシスターオブザレインボーとか、こういうなんか2つのメロディー、あとほらベンチュラハイウェイ、なんかそういう風に消えて恋のイントロダクション、イントロなんかはそういう生ギターの D45 のキラッキラの音が入っておりまして、あの入れた後に高見沢がね、おう坂崎すげえ音だぞとかって言ってね、生ギターだけのあのテープを聞かせて、テープっていうかね、音源を聞かせてもらいましたけど、で一個ね面白いのはね、高見沢って面白いなと思ったのは、あの僕なんかは先入観っていうのがあるんですね、ギターを好きだからこその先入観なんですけど、スリーフィンガーっていうのは、今回実はスリーフィンガーの曲が一曲あるんですけど、そのスリーフィンガーっていうのはギターで言うとね、マホガニーっていう木が一番僕は合うと思ってたんです、マホガニー。今持ってるのがマホガニー、ギブソンですけど、このマホガニーです。柔らかい音がするんです、なんか一番こうなんかスリーフィンガーに合う、こういう音です、こういう音。このスリーフィンガーにはマホガニーが合うんだろうなとずっと僕は思っ、あの常々思ってはいたんですけどね、高見沢が今回のスリーフィンガーの曲あるけどさとかで、で4号で弾くっていうか D45 で、ああじゃあそうしてみようかなと。あとあの D45 じゃないにしても、例えばトリプル O の28とかね、ちょっと小ぶりなでやつでやったりしてたんですよ今までは。だけど今回そのさっきも言った68年の D45 でスリーフィンガーやろうよっつって、あいつが言ったから、いいよそれだったらやってみようっつって、豪華すぎるんですよ音がスリーフィンガーにはっていう風に思ってたの。でもね撮ってみたらねめちゃくちゃ良かったんですよ。だから高見沢はその辺すげえなって思って、やっぱりね思ったりなんかするわけで、思ったりなんかしたわけですよ、松山千春になっちゃいましたけどね、思ったりなんかするわけですよ。そうなので次の曲はそのスリーフィンガーを、今時こんなことをやってる人たちがいるのかな、さっきのあの1曲目のバトルスターシップ、あバトルスターシップネオとかからねするとどうなの、あと前にかけた、進化論 B とかね、あんなのから比べるととんでもない、極端に、あるもう両極端な曲でございますけどもね、D45 のスリーフィンガー、そして後半戦12弦ギター TSK の12弦が、光っております。これは高見沢ボーカルでございますね。はい、聴いてください、詩的恋愛論。ベッドにまどろむ君。
はい、指摘レインアイロンね。まあこういったリズムでスリーフィンガーっていうのは王道ですよね。70年代ポップグループフォークグループっていうのはこんな曲ばっかりでしたよ。いつの間にかこういうサウンドはなくなりました、ね、そんなのをねアルフィーが再現しましたけど、はい、どうなんだろうな。ライブの時高見さんもスリーフィンガー弾くのかな。これな、それも面白いよね、二人でね。はい、いかがでしたか。いよいよ来週ですよ、26日発売になります。4種類あってね、通常版は、愛を取り戻せが入ってます。 You are shock が入ってますよ。で、A の方はボーナス CD が、ライブサウンドセレクションポップス&バラードでございまして、これは曲目はまだ言ってないのかな。出てるよね。From the past to the future からうつろな瞳とかね、 Take it easy とかも入ってますね。泣かないで My Love とかね。で、初回限定 B の方は今度そのライブのハードロック&プログレッシブロック、バージョンが、入っております。ボーナス CD 孤独の美学から入ってね、クラッシュとかね、ジェネレーションダイナマイト、天下の船とかも入ってますね。ああ、アンクラウンドキングダムも入ってるよ。ああ、いいですね。そして、初回限定 C の方は今度トーク CD です。トークセッション、バトルスターシップのレコーディング秘話が、入ってるという。どうなんだ、秘話かどうか分かんないですけどね。この CD 撮った時あんまり全貌がよく分かってないんで、二人が面白いですよ、トンチンカンで。はい、それもまたね、楽しみにしていただければと思います。